リセットスタジオさん、男性40代。今日の岡田さん、本当に面白かったです。庵野萌子イコールマリと考えると、コネメガネの意味がストンと落ちてきます。これまでのエヴァから新しいキャラが増え、週末に導いてくれる萌子。萌子がいたからエヴァを再構築できたんだ。よかったね、監督。岡田さんに行かなくてよかったね、と感じましたって書いてるんですけど。いや、もう、岡田さんのことは僕知らないですけども。やっぱコネメガネって、映画内でマリを呼んでるのがアスカだけっていうところがですね、こう絶妙な関係ですよね。だから、庵野萌子夫人をですね、ま、猛烈に押す、プッシュする庵野秀明監督がですね、自分が周りにどういうふうに見えてるのかですね、先回りしたこう自虐だと思うんですね。つまり、あえてその、マリをコネメガネっていうふうに、つまり、まあ何かというと、あれですよね、そんなに奥さん押さなくてもって、それはもう、コネみたいな、縁子みたいなもんじゃないかっていうような、スタッフそんなこと言ってないんでしょうけども、先回りした自虐ってやつですね。だから僕がオタキングって言ってるのと同じですね。僕もオタキングも、もう言われる先に自虐で言ってしまえっていうオタキングなんですけど、それと同じようなですね、ネーミングセンスだと思います。